ステージランダムですよね。オフはいつもなんかランダムだね、うん、なんか3試合ごとに変えるという。こんだけステージあるんだからね、いろいろ見てみたいよっていうのがあるよね、うん。これチェンジステージか、そもそも、うん、これゲンなの、あ、ゲンになるのかな、夜になる。これチェンジステージの夜バージョン、あ、ゲンステージなのか、なるほど。いや、このステージも昔からあるけど、うん、すげえ久々に見た気がするね普段やっぱ選ばれないんだろうね、うん、暗いステージやっぱり積極的に選ぼうとは思わないよね、うん。大百科ですね。まあ大百科はしょうがない。ゆっくり、ゆっくり処理券です。キャラによってはね、一応 EX 実技小技で下げれる。ああ。キャラによっては。あれ発生何これ？8？ 7？ 7か8だったかな。サガットの壊しとかは結構。タッチ召喚だったら中堅のかな、うん、ギターっぽいけど7フレまではいける、うん、これでも 6? 6入ったか、落ちた、あーって慣れてねえんだ、慣れてないね。ホンダ使いがさ減ったからなかなかねもうないもんだと思ってるからさ。しかもあれ密着とさ立ち回りで打たれるので距離が違うから。あ、違うんだ。違う、で密着の方が距離が離れる。ああいう立ち回りで出されるとちょっとね、意外とダイヤシクラスじゃないと。とりあえずダイヤシは安定、うん、安定です。まあ頭突きって根元と先端、うん、2つの属性があるからね。さあでいいんじゃない、とりあえずそれで。結構高い、高いね。じゃあまあとりあえずそれでいいんじゃない。ゴマとかもうこれ負けたらね、2分経っても入れないから、入れなくなりますね。おまちゃんでも上げてきたね。しかもゾロ目に揃えてきた。これボンちゃん見たら興奮するだろうな。BP 揃えるの難しいだろう。このステージあれだな、これって夜になると暗くなるんだっけ。それはもうなくなった なのかな。ステージ曲っていうか、俺アベルのステージ曲で、あ、アベルのさキャラクター曲かなり好きなんだよね。これすげえかっこいい。あー、ゴマ連携、あ、ゴマ連携、あ、ピョッ、あ、あれ、うわー、今今ゴマ連携。高見ナイパーいくつ入るんだろう。ここにあれ向かかります。残らねえ、ギリ死んだ。これさ、ストフォーの時となんか減り方変わったよね。あ、そうなんだ。分配が死なねえ。なんか最後だけしか減らないくない？そうそうそう、ストフォーン途中まで全然減らないからさ、舐めてると死ぬんですけど。とんでもないこと気づいたんですよ。何が？細かいことなんですけど、うん、あれ？これって新しいやつか。新生の書。あ、ごめん、なんでもない。あの、勘違いだった。ないですか。あ、そうそう、違う。アベル。アベルの殺傷系とかさ、どれどこ前中継とか、シャラム中継は全然ないの。そういうことじゃない。そういうこと。あ、俺に聞いてた。そうそうそう。今の流れ、時とか。アベルのしゃがみ大パンは、なんと、うん、ダメージ110です。あ、高い。110だったらあれだね、セブさん決めるよりいいね。ああ、確かにそうかも、ね、やむと攻撃とかからもし決めたらとんでもない音になる。一発のダメージが高いキャラいいよな。いいね、羨ましい。剣さ110でしょ、飛び。何が？あのジャンプ立ち台系、近距離立ち台系。あ、近距離ね。
中央に戻すのやめてくんねえかなと思う、思うよな。てかそれでしかも位置入れ替わるのやめてくんねえ。そうそう、せっかく端で決めてんのによ、そこを我慢して普通の技で締めなきゃいけない時が多すぎてさ、だったら決めない方がいいじゃんって思う時が結構あるんだよ。グレンもそうなんですね。グレンはだいぶ性能悪いね、そういう部分、そういう部分みたいな。置き攻めもできねえから置き攻めあれと前出しという移動波動面でそこにもうまくできてんのかな、なんかその強すぎる技はさ。まあ転身とかさ、そうじゃん、うん、超強いじゃん、うん、でも入れ替わっちゃうじゃん。まあそう、作った人に聞いてみたいな。いいんじゃないですか、変身。おぉ、ゲージ回収、足背負ってく。コパンからだと謎に抽選機が繋がるんだよ。コパ、タチコパだけ。タチコパ、タチコパ、お、なんだろうね、ウルコンの痛い。バイパーとかちゃんと止めてもいいし、ユンのあれも用法もさ、うん、もう8じゃん、ここ足から。さあ、これはここは、あさあ、もう一度いける、もう一度いけそうだね。決まったらラッキーだけど、見つったらちょっと悩むな、これ緊張系は、ね、見倒し、見倒し決めたいよ。お、道具とかも謎に中パンチとかあるよね、竜とか。竜の金中パンは、うん、金中パン殺意とかね、まあ、フェイドもそうだね、うん、フェイドも金中パンとか弱攻撃でっていうのは珍しいね、うん、弱攻撃でもね、たまにいるんですよ。終わらしたと噂の方が来た。だからね、終わらしてもね、しばらくやっていかないとね。まあそうだよね。ただあんまり空いてないから、ちょっとやれば。そもそもキャラさやばいっすね。オークは結構ブリキャラいるよね、なんだかんだで。ただ残機はブリキャラちょっと少なくなったんで、明らかに。ウルコン2というね、怖いっすよ。うわ、アシュラダメ、ダメなの。アシュラは極力使いたくないの、この本音では。ああいう技はない方がいいだろうね。そうなんですよ、本来の防御力が下がっちゃうよね。ようやく気づきまして、そこに時とか2回やったら3回確定だからね大体ポイントがね、下がってる先ほど私も負けたんで、下がってるね、これ結構いかれるな。まだ4号で募集しようと。とかフォーク多いね。フォークです。フォーク多いんだよな。俺もね、B リーグの時にフォークダルシム募集とかやってたらフォークしか入ってこなかった一生フォークだったダルシムはそうだな、うん、まあ、そうダルシムだと、まあそもそも少ないんだよね。フォークは結構面白いからな。このコスチュームはもうまさにって感じですよね。これあれコスさん？まだ三ハンセンっぽい。でもちょっとハンセンっぽいですね。
テキサスの暴れ馬ってやつですよ。分かんない人分かんねえぞ。俺だってほとんど知らないな。間違えた、もう EX を打ったの。あーラッキー、もう EX 打ったの。大竜巻が食らってウルコン確定ですよ。マイナス1です。あ、でも準備しとくと中困るな。はあ、台をさ、フラッグ反撃しようと思ってぐるぐる絶対回してるじゃん、うんうん、そこでやっぱり中でしたってなった時にさ、うん、ボタン押すとなんか困る、なんか出ちゃいそうです、うん、てか相手があーとか言わない限りは途中で気づけないんだよね、うん、あれ今一発多くねとか言って、結構ね、それあるんだよな。横対戦でさ、うわーみたいなことをなんか隣が言うとさ、絶対なんかこっちチャンスなんだ、そこ逆にミスってない時に言うの。そういう時あるんだよな。なんだっけな、なんかのゲームでね、そう相手がそういう慣れたポイントがすごい大切な時があったんだよ。だっけな、サードやっちゃったみたいな、だってな、話したな、マーブルだったかな、マーブルじゃない、ああだからその TA の読み合いじゃん、 TA の読み合いかな、おお、あそうか、でもコンボが長いゲームで、うん、どこで補正切りとか来るか分かんないけど、そのわーみたいなことをやるとなんかもうここで、あここ集中しなきゃいけないの剣とかみたいなコンボゲーはね、あー途中の補正切りがないからいいんだけど、ね、大丈夫なんだ、あの相手浮いてるからさ、絶対ダウン状態まで、僕さ、マジでやると時間かかるね、俺やる時間なかったじゃねえか、よし、じゃあちょっと待ってこれさ、昇竜仕込んでる時にさ、ダッシュ投げが、ね、きついよね、ダッシュに昇竜を当てる覚悟だったらこれはきついな、EX は、うん、これ、これやっても大丈夫ですか、トーナメントもう少々お待ちください。ケンは玉キャラといえちょっと弱いからね、そうそうそうあんまり玉を軸に戦うキャラじゃない、結構剣戦だけウルコン違うってキャラ多いよね、うん、でも弾、まあ、抜けに対してはちょっと無力だねこのキャラは、弱いよねでも打っちゃえば強くね、出ちゃえば、出ちゃってもあれなんだ、だからこう反応が遅くても抜けれたら、いやだからそう、それは弾抜けに対してはやっぱ弱いじゃん、硬直長いから、ただ弾抜けとかなしだったら、なしだったら、あんだけ緩急つけれる弾、はい、すごい縦飛びしづらいんだけど、48だ、7だ、47、あ全体47、ミスレでそんな違うんだね、40だね、相当弱い、それだけ見たらそうですね、はめますわ、でもやっぱ弱波動を打たれた後の展開がすげえ、うん、相手してると届かねえ、フェイロン届いたぞ、大体言ったら無理してます今の届いてたの、今まで思うでしょう、はいはい、おいいね、あー中身がない、
して今のミゲルダムでかい。早い長いお前と対戦ってかお前らと対戦するとうわ早いとか長いとかそれしか言ってこないんだけど早い俺長いとは言わない。全然長いとは言わない。いや早いはもう長いじゃん。あーなるほどね。いや早いは今までもあなたそうでしたから、ね、早いは長いてか早い長い両方持ってたじゃねえか。そもそも合気は早くて長いですけど